牧原稔は、日本の実業家、東京府出身。三菱商事の社長、会長、特別顧問を歴任した。父、佐藤氏は、青年期に、岩崎久也から奨学金を受け、その後、三菱商事に入社し水産部長を務めた。牧原稔の妻、菊子は、元三菱政司会長、岩崎高也の三女 旧生成形高校時代に高谷の4人の娘に英語の家庭教師をしていた縁で高谷の娘の一人、聞くこと結婚した。この結婚によって、三菱の創業者一族、岩崎家と隕石関係で結ばれることになり、このことが後に三菱商事の社長に就任することにプラスになったと考えられている。牧原は、社内では学者肌で、 おとなしい性格で知られており、岩崎家の婿でなければ、社長に抜擢されなかったとみなされていたからである。ミノル、キクコ夫妻の長女、久美子とその元夫、ビル・パウェルは共にジャーナリスト。長男、ジュンは、ゴールドマン・サックス証券に勤務した後、ネオテニー会長を歴任。ジュンの妻、めぐみは、フリーライター。なお岩崎高也の長女、すなわち、キクの姉、由美子は、 船舶工学者のトら製造と結婚したので、牧原稔はトらの議定にあたる。ありがとうございます。